察知能力最強、逃走中良い子浜口の実力をまとめてみた。逃走中13回出場、アンガールズ田中に次ぐ経験者。しかしまだ一度も逃走成功しておらず、最近では序盤確保してしまっている。ミッションには果敢に参加するが、危機察知能力がズバ抜けて高く、何か裏があるようなミッションには必ず気づき、絶対にリスクを取らない。そんな彼を6つの項目で勝手に点数化してみた。総力 2.5、 状況判断5、逃走術2、平均逃走率 3.5、 ミッション貢献度4、運4、総合21点。逃走率 90% 以上は6回とかなり多いが、序盤で捕まることも何度かあり、振れ幅が大きい。スタミナはなく、ゲーム終盤でも動き回るせいで確保されることが多い印象。